こんばんは。どうも、お忙しい中わざわざお越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは、ただいまより、立憲民主党神奈川県連合主催のパートナーズ集会を開催させていただきます。よろしくお願いいたします。パートナーズ集会、毎月やっておりますが、今回何回目だったでしょうか。もう4、5回ですかね、目なんですが、6回目、もう6回やっておりまして、毎回、多種多様な、その分野の、各分野のですね、オピニオンリーダーの方にゲストスピーカーとして来ていただいて、非常に好評いただいている回なんですけど、今回は立憲民主党としては、このトピックは絶対やっていかなきゃいけないだろうという、まず原発の問題ですね、脱原発の問題、それについて、その分野の活動されているお二人の方にご講演いただきまして、でもう一つは神奈川横浜においてはこれからもうすでになっているのか、一大トピックになる、カジノですね。これについて、またその分野のオピニオンリーダーの方にご講演いただきたいと思いますので、お楽しみいただければと思います。で本日 の、 集会についてはですね、立憲民主党の所属の国会議員、地方議員、日本人の皆様、県民、市民のグループの方々などさまざまな方にご出席いただいて、まずは心より御礼申し上げます。本当にありがとうございます。立憲民主党の神奈川県連合、今までの結成から経緯をちょっとご説明させていただきますと、ちょうど結成から半年ほど過ぎまして、でその間、6月1日には、もう来年の春、いよいよ統一地方選がありますが、その第一次公認候補というのを発表させていただいております。で、その翌月には、さらに第二次候補を発表させていただきまして、だんだんと、結成から半年経ちましたけど、日を追ってどんどん、規模を拡大しているというふうに、非常に前向きに進んでいる状況でございます。で今後も、来年の統一地方選、まだ空いている選挙区とございますので、全選挙区に候補者を擁立していくという考えで、今まさに取り組みを、候補者の候補の選考を進めている真っ只中でございますので、ぜひ来年の選挙を期待していただければと思います。で、まず本日のですね、トピック、この原発ゼロなんですけど、こちらの講演いただく方、まさに来年の統一地方選ではなくて、国会議員の方ですね、参議院議員選挙、来年、あります。その参議院議員選挙で、全国区の比例選挙の候補者となりましてですね、これから立憲民主党の旗を立てて、脱原発前向きに訴えてまいります。おしどり真子さんと健さんのご夫婦にご講演をいただくことになりました。ぜひお楽しみいただきたいと思います。おしどり真子さん、健さんについてはですね、もう皆さん十分ご承知の通りです。吉本で芸能活動を手広くやられていてですね、それと合わせて脱原発の活動集会等でコメンテーター等の活動をされている、まさに今脱原発では一番のリーダー格のお二人にお話をいただきたいと思います。それとカジノゼロの方についてはですね、これはこの地元横浜の問題、これから課題になっていきますので、
誰がいいだろうというふうに神奈川県連合でも選考を進めたんですが、まあ、この分野やっぱり地元の委員が一番いいだろうということで自ら手を挙げました。神奈川県連合の政調会長衆議院議員の篠原剛さん、手を挙げてないよと言ってますが挙げてました。非常に専門的なことをいろいろご説明いただけるんじゃないかと思いますのでご期待いただきたいと思います。で、ちょっと、ご紹介遅れましたが、私、本日司会進行を進めさせていただきます。神奈川県連合で選挙対策の準備委員会というのをやってますけど、そこで委員をやっております。海辺の町の早町から参りました飯山と申します。ぜひ、円滑な議事進行を進めてまいりますので、ご協力をいただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、いよいよ開会をしたいと思うんですが、まず開会のご挨拶を県連合の代表の阿部智子代表からお聞きいただきたいと思いますので、お願いいたします。はい、じゃあ改めまして押しているから早くやれと言われました県連合のただいま代表を預かります阿部智子です。立憲民主党の誕生日知ってる人手挙げてください。立憲民主党の誕生日知ってる人、こんなんでゆっくりやったら怒られるからね。10月3日です。1歳になりました。でも皆さんのおかげです。とにかくここまでやってきた。そして統一地方選挙、参議院選挙、いろんなものが控えていますが、私たちは前に前に進んでいきたい。後ろも見ないで前に進むとでも大丈夫。みんながいつも支えてくれます。これをもって開会のご挨拶といたします。素晴らしい。はい、ご来場ありがとうございました。それでは本題の方を進めたいと思います。早速原発ゼロにつきまして、ゲストスピーカーの押し取り真子さんです。ご夫婦にお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。すいません。皆さんこんばんは、まこです。ケンです。お疲れです。よろしくお願いします。いや、車の集会ってこんな感じとは思わず、今の紹介しました。本当に本当ですよね。もういろいろ答えになってますけど、はい、もうこんなにどこを向いて喋ったらいいのかわからないことは、ね、ないですからね。本当ですね。でも、想定外ですごい楽しいですね。楽しいです。ちょっとなんか、せっかく車の集会なんで、はい、本当に皆さんがこう参加してわきあいあいといろいろ話し合ってるという感じなんですよね。そうですよね。だからきっとなんか一番初めに、はい、なんか降りるんですか。僕はちょっと降りた方がいいかなと思って、はい、ありがとうございます。はい、なんでなんかちょっとだけ声出しとかしていいですか。声出し、はい、やってみましょうね。やってみたんで。そうですよね。もうね、こう私が話してる間にこうなんていうか、いろんなことをこう質問とかコメントとかも随時いただきたいので、何でもこう思ったことをね、その場で発言していただくということですか。そうそう、いろんなやつとかもね、はい、はい、で、本当にこう、そういうすぐ大きい声を出して意見を言うと私すごい必要だと思うので、はい、まあ、その声出しも含めて、私たちが立憲民主って言ったらみんなパートナーズと返していただけますか。ちょっとね、練習みたいな感じでね、はい、やってみましょう、はい、立憲民主パートナーすごい。いい感じじゃないですか、はい、でも皆さんまだちょっと照れが入ってるので、はい、もう一回でお願いします、はい、いきますよ。立憲民主パートナー。ありがとうございます。素晴らしいです、はいはい、じゃあ時間もないのでいっぱいお話をしましょう。すみません、はい、で、先ほどご紹介していただいたんですけど、はい、私たちおしどりと言いまして、おしどりのこれです、はい、担当です。で、原発事故の取材をすごくしてるんですね。そうです。で、この今回のお話をいただいた時は、はい、吉本クリエイティブエージェンシーに所属してたんですけど、はいはい、先月の末に、はい、急にそうそう、はい、公認の立候補予定者となりまして、はい、で、それをきっかけに吉本の方を辞めましたので、そうなんですね。すいません、ご紹介いただいたんですけど、お手元のプロフィールとはちょっと内容が違うかもしれませんね。そうなんです、はいはいはい、で、まあ、吉本の話をしましてね、はいはい、選挙が終わるまで所属を離れて、選挙が終わったら、まあ、落ちても議員になっても戻ってきたらいいよっていう話で、ね、はい、そうそう、私なんか意外とそんな感じでした。あと落語協会とか漫才協会の方はまあ別に辞めないので、そうですね、今日も浅草演芸ホールから走ってまいりました。はいはい、はい、吉本の協会、いや、まず、ありがとうございます。
で、私たち、その、あ、そうですね、原発の、なんて言うんでしょうね、コメンテーターとかそういうわけではなく、アクティビストとかではなくて、2011年から原発事故の取材をずっとし続けているだけなんですね。そうですね、はい、主には東京電力の経営の改善などにね。そうですね、あと、まあ、経産省とか、はい、原子力規制庁とか、まあ、福島県の会場とかいろいろ現状取材したり、いろんな学会とか、県とか取材したり、ね、そうですね、はい、はい、で、あ、ちょっとなんかどっから話をしていいか迷うので、アンケート取っていいですか。アンケート取ってください。今日初めてお城のことを見に行って知ったよということで、どれくらいいらっしゃいますか。手を挙げてください。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。急いでおらせてください。はい、もうね、正直な方はもう多いんですね。はいはいはい、はい、じゃあちょっとだけ丁寧に、はい、なんで取材を始めたかだけお話ししていいですか。そうですね、自分の場合になって、はい、で、2010年まで私たち、大阪におりまして、はい、吉本、大阪吉本だったんですけど、はい、2011年に東京に引っ越してて、東京吉本になったんですね。そうです。で、まあ一応私たちも、なんていうんでしょうね、はい、テレビ業界の端っこによりますので、はい、原発事故があって、まあそのニュースでは直ちに影響ありませんということが繰り返されていた時に、ね、テレビに出ている俳優とかミュージシャンとかタレントとか芸人とか、そういろんな人たちがどんどん東京から脱出して避難していったんですね。そうですね。でもどこの事務所の人が、沖縄に、どこの事務所が大阪に、どこの事務所がミュージシャンの事務所は本籍地ごと京都にとか移してます。はいはい。で、そういうお話を聞いたので、うん、その本当は何が起こってるんだろうかと思って、はい、調べたくなったんですね。そうです。はい。で、それで、こう、原発事故のテレビとか新聞のニュースを作る元はどこだろうかって考えたときに、どこ調べていいか分かんないからね。はい。東京電力の記者会見じゃなかろうかと思いまして。一時情報に当たってみようと。そうです。で、今もやってるんですけど、インターネットでずっとこう、記者会見をライブ中継してまして、はいはい、それをずっと見てたんですね。見続けたんです。そうです。で、そのまあ原子力のことといっても初めは分からなかったので、はい、記者会見を全部書き起こしまして、一応一句ね、はい、東京電力の説明と、質疑応答になったら記者さんの名前と、所属媒体と、質問内容と、発送工事で質問時間を全部測って、3週間でノート20冊ぐらいになりましたかね。もう結構な量になりましたよ。ね、うまくちゃんと手伝いたくなってね、検証員みたいになりましたけどね。で、記者会見を書き起こし続けて、はい、それで情報を知ろうと思ったんですね。そしたらいろいろなことが分かって、はい、例えば記者会見で出た情報が、ちょっと僕今度こっち行ってみよう。何なんかそれ。気になるよね、本当にね。記者会見で出た情報が、全部ニュースに、テレビのニュース、新聞のニュースになるとは限らないし、であと私、愚かだったなと思ったんですけど、はい、その同じ記者会見で情報が出たとしても、取材している記者さんが、男性か女性か、若い方か年配の方か、理系か文系かとかによって、記者さんのフィルターを通すので、出てくるニュースは異なってくるんですね。まあ、ね、当然のことですよ。そう、それは当たり前だと思って。はいはい、で、なので、もっと私は取材していて、その、こう、なんて言うんでしょうね、テレビに出てくるニュースが一律同じような商品、製品ではなくて、はい、もっと報道に関して注意して見ておくべきだったと思ったんですよね。そうそうそう、本当に、はいはい、で、それではずっと取材をし続けています、はい、で、まあ、それで取材でね、いろいろ知ったことをお伝えしたいと思って今日来てるんですけど、はいはい、今日ね、お時間短いですかね。どの話からいきましょうね。もうでもその記者会見の話からしたらいいと思いますよ。あ、本当ですか。その記者会見の話ですか。その当時の話ですか。当時の話とか、はい、あ、分かりました、はい。まあね、まあ、その記者会見の、あ、そうですね、その、記者さんの話ってことね。あ、違うの、はい、わかりました。何すか、現状。いろいろあるんですよ。あ、わかりました。で、そうそう、今日ね、時間ないから焦ってます。焦ってるのね、大丈夫よ、はい、わかりました。で、まあ、記者会見を書き起こしていて、はい、で、当時の記者会見ですごいヤジとか怒号とかすごかったんですよ、ね、そうそうそう、ちゃんと情報出せとか、どうせ影響受けてるだろうとか、すごい多かったんですけど、ね、はい、記者会見見てるとね、そう、はいはい、まあ、そういうやつはわかるんですけど、2、3時間ずっと手を挙げていても、はいはい、一度も当たらない記者さんとかですよね。そうそうそう、例えばね、一番前で会見場の前、そう、一番前でずっと手を挙げてるんですけど、東京電力の司会の方は後ろの方、その後ろの方確実に下げるんですよ ね。で、3時間手を挙げてる記者さんが、なんで指名してくれないんですか、ちゃんと質問を受け付けてくださいって隣に出せるんですよね。はいはいはい。で、それが毎日記者会見何回も見ていると、何度も何度も同じ人が 2,3 時間避けられていて、で、書き起こしてるから分かるんですけど、別の新聞社とかテレビ局の記者さんは同じ人が2回も3回も当たるんですよ。だからこれは毎日記者会見見てるうちに、たまたまじゃなくて、よく当たる記者さんと避けられてる記者さんがいるんだなって分かってくるんですよね。当たるじゃね、本当に、うん、で、でもたまにね、こう若い東京電力の司会の方なんですけど、うっかり間違えてね、前の方って当たるんですけど、ちゃんと引き継ぎできてないんですよ。
ないのよ、ね、はい、でそうすると避けられてた記者さんはものすごく突っ込んだ確信をついた質問をするんですよ。あ、その質問聞きたかったっていうようなね。そうね、はい、でそういうあのすごくこう、突っ込んだ質問が避けられてた記者さんの質問が来ると、はい、他の記者さんが、うん、お前の質問なんかいいんだとか、そんな質問後にしろとか、あの記者さんが記者さんをやじるんですね。質問しに来てる者同士なのにね。そうで、うん、あのこれどういうことだろうと思って記者会見を書き起こし続けているうちに、はい、あの3週間書き起こしているうちにね、その記者さんの声を聞いただけで、はい、どこの誰か聞き分けられるようになってたんですよね。ちょっとね、特殊なんですよ、なんかね。で、その結果、ヤジも誰がどんなヤジを飛ばしてるのかも聞き分けられるようになってきたんですよ、はいはい、本当にね、もうなんかあのちょっと声がする、名古屋朝日の杉本だなとかね、ユニセコさんと企業から名古屋だけど、今日なんか完璧に風邪ひいたねとか、コンディションも分かるようになって、ね、はい、で、まあ、その結果、記者会見の勢力図といいますか、そうそうそう、避けられてて突っ込んだ質問をする記者さんは、うん、週刊誌の記者さんとか、うん、フリーランスの記者さんが多いですよね、まあね、はい、そうです、あの週刊、はい、フライデーとか、週刊プレイボーイとか、うんうん、あの週刊ポストとかね、はい、あのここにいらっしゃる皆さん、週刊金曜日っていう雑誌はご存知だと思うんですけど、私、しっかり当時、週刊金曜日って、週刊フライデーの正式名称と思ってましたから、ね、これ、本当なんですよ、本当なんですよ、はいはいはい、だから、年配の記者さんは正式名称を名乗るんだねとわけのわけなんで、そのところはね、もうちょっと書き上げちゃって、で、まあ、その私、情報を知りたくて記者会見を見続けていたんですけど、ね、記者会見ですら、フェアに情報が出てくる状況じゃないっていうことに気づいて、うん、これはひどいと思ったんですよね。そうです、そうです。はい、でまあ、私がすごく応援している突っ込んだ質問をいつもするあの小さい記者さんがいて、でいつもその人ずっと手を挙げて指名してくださいって叫んでは、やっと当てられたらもうお前の質問なんか後にしろって 毎日言われるので、はい、もうそれを見続けた結果、ボケちゃん、あの私声の大きさと瞬発力だったら誰も負けないそうね、またあの人が質問して、いつもの人がお前の質問なんか後にしろって言ったら、いやいや出た、私たちが会見場にいて、うん、後ろから、うん、私たちが聞いたんやと言い返してやろうと思って、それは初めて記者会見に行ったきっかけですよね。その、はい、動機としてはそういう質問でおりましたよね。まあ、やじは飛ばしませんでしたけど、結局いろいろずっと調べ続けた結果、自分が本当に知りたいことを、うん、いつもいつも東京電力が自ら説明するわけでもないし、はいはい、記者会見を毎日見続けていたところで、誰か記者さんが質問してくれるわけではないので、はい、もうずっとね、記者会見から起こしていて、でも自分がしたい、知りたいことは、東京大学の記者会見場に行って、うん、自分で手を挙げて質問するということをずっと繰り返し続けたんですよね。そうです、そうです、はいはい、で、まあ、東京大学から始まって、原子力、保安員とか、安全委員会とか、いろいろ行くようになりましたね。そうですね、はい、いろいろ声をかけていただきながらね、はい、どん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 こう広がっていきましたね。そうです、そうです、はい、で、まあ、本当は取材し続けるつもりはなかったんですけど、はい、なんかどこかでこうね、あのもっと詳しいスーパージャーナリストが来るのかなと思ってたんですけど、ね、はい、でもまあ、あの実際は記者さんは減る一方で、いつの間にかあの記者会見ずっと取材、まあ、大手の記者さんとかね、はい、新聞社とかテレビ局の記者さんは人事異動がありますので、はい、あの7年間取材し続けている最もベテランの記者はいつの間にか私たちになったということになって変な状況になっています、本当にね、はいはいはい、で、そうですね、で、何ですか、いやいやいや、はい、もう記者会見の話です、もう記者会見の話です、はい、で、なのでその中でいろいろ調べていてね、はい、そうですね、なんて言うんでしょうね、東京電力の記者会見というか原発事故の情報をあちこちで図らずも私定点観測をずっとしている状況になっているので、まあね、生き続けているっていうのはそういうことですよね。そう、はい、で本当は初めは原発事故 の情報をどんどん出して各省庁もね、はい、原子力安全委員会とか特にどんどん情報を出してきちんと事故を追及しないといけないっていうスタンスだったのに、はい、急にタイミングが変わった時があったんですよ、ね、ほうほうほう、で私その時あの取材している時はタイミングが変わったことにはそんなに気づいてなかったんですけど、うん、後から思えばそこがターニングポイントだったなっていうところがありましたね。どこですか？それが、2013年なんですよ、はいはい、で2012年もそうだな、2012年と13年の選挙で衆院と参院の選挙で、うん、自民党が第一党になってから本当に情報が出てこなくなったんですね。会見場の雰囲気も変わりましたよね。で今全国で原発事故の集団訴訟がずっと続いてますけど、はい、大体30あって原告が1万2000人いるんですけど、はい、今日もあの神奈川でもね、はい、あの福かな訴訟といいまして、神奈川に避難されてたされてる方々の裁判があるんですけど、はい、その裁判をずっと取材していても、まあ、原発事故の、状況を表す資料として使われているのが、はい、事故調査報告書、政府の事故調査報告書なんですね、事故調の。そうですね。で、
会事故調査報告書も政府事故調査報告書も2012年の7月がで最終版として止まってるんですよ、うんうん、で本当はその後もっともっと東京電力の、未確認未解明事故の進捗とかそうそういろいろな問題が新たに発覚しているのに福島第一原発事故のいろんな事実がどんどん分かってきてますもんね。そうでもそれは一切事故調の報告書には全然フィードバックされていなくて、はい、まあずっと取材してる私からしたら、はい、今全国の裁判で争われている原発事故の集団訴訟って、はい、ものすごく古い報告書でずっと争っているので、はい、これは歯がゆいなと思ってずっと見てるんですね。そうですね。本当に、はい、で、まあ簡単に言いますと福島第一原発事故は津波が、悪いんだと津波が非常用電源装置を流したというように、うん報告書になっているので、はいはい、裁判で争われているのは津波が予見することができたかでその、事故の回避を津波対策をすることができたかという2点なんですけど、はい、でも本当に津波が全部の原因なのっていうのは2012年7月の段階ではもう結論は出せ本当は出せないんですよ、うん、で今の段階で唯一本当は津波じゃなくて地震で原発事故が起こったんじゃないのかと追及し続けているのは、はい、新潟県の技術委員会だけなんですね。新潟県のそういう委員会があるんですね。そうそう、課題率ディスカッションというところで、はい、本当は福島第一原発事故は地震が原因じゃないのかって今もずっと話し合ってます。なるほど。でまあそれは当時の、新潟県知事泉田さんが、はいはい、女川原発を動かしたいなら新潟県独自で東京電力に福島第一原発事故の追及をさせると。女川原発を動かしたいなら、そう、女川原発を東京電力が動かしたいなら新潟県にも福島第一の追及をさせろということで立ち上がった技術委員会ですけどね。ごめん、女川原発だね。あ、間違えた、ありがとう。柏崎光は柏崎光はね、うん、ありがとう、ありがとう、いいツッコミ。まなちゃんの方がね、詳しいからね。そうそうそう、ちょっとビクビクですけど、ちょっとありがとう、ありがとう。ちょっと今のは違うなと思った。ありがとう、もっと大声で言ってくれ。いやいやいや、いや、一回言うたからね。ありがとう、そうね、柏崎光はです。柏崎光はですね、柏崎光はです。はい、そうそう、そうそうそう、で、技術委員会だけが追及してるんですよね。うんうん、で、技術委員会ってほら、結構、はい、いい追及いっぱいしてて、例えば2016年に、本当は2011年3月に、すでに福島第一の3号機がメルトダウンしてるということが、本来分かっていたのに、当時私たち2011年3月、4月取材してましたからね、はい、東京電力はメルトダウンを判断することがないと言い続けて、これはね、びっくりしましたよ、メルトダウン。当時面白かったよね。当時の記者会見で何をその東京電力の候補の人が言っていたかというと、そうそう、あれすごかったよね、うん、じゃあメルトダウンっていうのは分からない分からないって言ってるけど、うん、一体どういう状況なんですかって当時質問した記者さんがいたんですよ、はい、そしたら東京電力候補の松本純一さんが、はい、私は思います、メルトダウンというのは、はい、燃料がドロドロと溶けてポタポタと落ちている状態ではないかと思います、なんかそういうようなことを言って、なんかきちんとした判断根拠がないって定義がない、定義がないということでね、はい、でも本来燃料が 5% 損傷したらもうこれは燃料溶融だというマニュアルを東京電力が持っていたということを2016年に新潟県の技術委員会が出したんですね、はい、そうです、そうです、で当時も取材してましたけど、はい、で東京電力の当時の姉川常務は、はい、これはもう隠蔽と言われてもしょうがない、メルトダウンを東京電力は隠蔽したんだというふうに記者会見で認めて、うん、そのやっぱりマニュアルを認識していた社員の方も数人いたよね、ちゃんときっちりおられますからね、はい、でもそれでもそういうような情報は事故調の報告書、事故調査委員会には一切フィードバックされていないし、うんうん、その後原子力規制庁も、ちゃんとメルトダウンの問題を追及すべきじゃないかという形で動いてはいないんですよね。そうですね。それは本当にショックでした、うん、もったいないですよね。そうだから今もずっと福島第一原発の事故について地震と因果関係があるんじゃないか追及し続けているのは、はい、新潟県だけっていうのは本当に変な状況になってます、ね、本当ですよね、はい、福島県も本当はやってほしいですけどね。そうそうそう、福島県にもね、なんでやらないですかって聞きに行ったことあるんですよね、はい、そしたらね、福島県は東京電力と一緒に、今後30年の廃炉を共同して進めるので、要望はするけど追及はしないっていう回答だったんですよね、はい、ちょっとびっくりしました。共に歩みたいみたいな感じの回答はなるほどね、もちろん回路も進めていただいて大丈夫ですね。はい、そういうことを言われました、うん、で、そうですね、はい、私ね、そのいろいろ取材をしていて、はい、全然割とその、なんて言うんでしょうね、あまり現状が、まあ、プラント状況もそうですけど、はい、情報が外にそんなに出てきてないということがすごい歯がゆいんですね。情報が出てきてない、すみません、うん、ノミネの方々の話です、はいはい、
してください。はい。で、例えば農家の方々の抱える問題は、はい、そのちょっと離れてテレビとか新聞だけ見ていますと、風評被害で野菜が売れないということをよく伺うんですけど、そうですね、はい、でも実際にいろいろ福島県に行って農家の方々と一緒にご飯を食べたり飲んだり話を聞いたりすると、はい、そして、農民連といいまして福島県の農家の方々が毎年100人年に2、3回、福島から東京に来て政府交渉されてるんですけど、はいはい、そのお話を2012年から取材をしていますと、はい、おっしゃってることは、まあ、もちろん風評被害で売れない、まあ、そういう問題を抱えておられる方もいるんですけど、一番に訴えていることは、はい、農家の被爆はどこが対策を取って責任を取ってくれるんだということだったんですね。農家さんの被爆、そうです、そうです。で、私それ取材して、まあ、もう気づかなかった申し訳ないと思ったんですけど、はい、事故の後汚染地域の農家の方々は肥料としてカリウムをたくさん撒いて農業を続けるようにという指示が出るんです。でカリウムというのは、懐かしい衆議院の水平リベイ国の船でね、セシウムとカリウムは縦の属が同じでして、同じような挙動をするんですね。でそうするとその土の中にセシウムが入っていても、はい、肥料をたくさん撒いてカリウム濃度を高めれば、そこで農作物を作ったとしても、濃度が高いカリウムがもうたくさん入ってくるようになるので、はい、結果的にセシウムをブロックできるということで、農家の方々はカリウムを撒いて農業を続けろと2011年指示が出たそうです。ね、で2011年、はい、農家の方々がそういう指示のもと農業を続けられるんですけど、いろいろ調べた結果、はい、カリウムを撒いても土の中のセシウムが減るわけではないので、自分たちは被爆しっぱなしじゃないかと気づいて、いろいろ法律を調べて政府交渉が始まるんですよ。なるほどね、はい、農作物で、電離職という、電離放射線障害防止という、はい、いわゆる法律では、まあ、原発の作業員の方とか、放射線の技師さんを守る法律なんですけど、放射線管理区域で働く人たちは、定期的に健康診断があったり、ちゃんと放射線教育を受けたり、そして職業規則といいまして、放射線管理区域で働く時の線量を測るという法律があるんですけど、はい、なんで自分たちは農家の方々はね、放射線管理区域の基準より高いところで農作業しているのに、定期的な健康診断とかそういう対策がないんですかっていうのが一番初めの交渉でした、はい、でそうすると国側の回答は、電離職は事業者から、労働者を守るための法律なので、農家の方々は自営業ですから自己責任ですって言われてね、で嘘でしょ、お見合いになって、もうびっくりしましたよね、もう非難の声でしたよ、いや望んで汚染地域で働いてんじゃないよっていう、はい、でもその、交渉は今もずっと続いてます、続いてますね、でも、ね、そうそう時間短縮だからもうすぐ次の話に入ってください。でその農民連の方々はずっとおっしゃってたのは、今後避難解除が進めばまた一番被爆するのは農家の人間なので、なるほど、農家 の対策をきちんと取ってほしいと要望されていたので、うん、はい、去年の4月あちこちで避難解除になりましたけど、その前に農家の方、避難解除の農家の方々向けの説明会というのがありまして、避難解除先だって、そうそう、それに2016年取材しに行っていたんですね、はい、で地元の避難解除の地域の農家の方々が何を質問して、はい、国側はどう答えるのかと知りたかったんですよ。で一番初めの方の質問は、確かに自宅や農地の周りは、除染されて線量は下がっていますけど、その自宅から農地に毎日通う道がまだ山の中の道とか林の脇の道とか除染されていないので、そこを通るときに高線量の道を通るときに被爆してしまいますと、はい、そのような除染されてない高線量の道はあとどれくらい残っていますかって質問したんですよね。まあ、一番気になったところですね。そうすると、県側の回答は、はい、確かにそのようなまだ除染されてない道はまだ多数残っていますが、うん、そのような道を通るときは、できるだけ早く駆け抜けてくださいって。びっくりして、嘘でしょと思って。びっくりしましたよ。まこちゃん、ペンをふっと下ろしましたよね。そうですよ。丁寧に説明して、自宅や農地は長時間滞在する場所ですが、道は滞在せず通過するだけの場所ですので、高線量が予想される道を通るときは、できるだけ息を止めて小走りで駆け抜けるなどの対策をすれば追加被爆を下げることができますっていう説明会でした。いやもうびっくりしましたよね、まあ、でもその全部説明会の内容もそういう趣旨でしたからね、はい、そういう趣旨で、はい、最終的に、放射性物質はなくなりません。皆さんはセシウムと共存する生活ということを踏まえて、はい、工夫しながら生活していってくださいっていう説明会だったんです。そうでしたね。でそれ2016年の11月、はい、川端町での説明会でした。同じような避難解除の地域での農家の方々向けの説明会合計6カ所だったんですけど、はい、まあ、当時ね、川端で取材したのは私たちだけでしたね、はい、そうです。で
あの、まあ、いろいろ記事に書いたんですけど、他その説明会がニュースになったり記事になったりしたの私見たことがないので、ね、うん、あまり取材されなかったんじゃないかな、誰もね。というかね、農家の方自身ね、福島県の、はいはい、ご存知なかったですよね。あ、そう、農民の方もその避難街の地域の向けへの説明会ご存知なかったので、はいはい、でなのでいろいろ本当に取材をしていくと、本当にこんな説明で終わらせていいのっていうことをあのたくさん出会います、はい、本当に、ね、でそれをあのいろいろ知って調べていくのは大変なんですけど、でもあのそうですね、こんなにね、はい、事故の後私あの一応日本もね、ほうほう、割と信じていたので、そうですよね、広い状況になるとは思ってなかったんですけど、うん、でもあまりあの出てこないところで、はい、本当に踏みにじられてる方がたくさん出てきてるなというふうに感じますね、うん、はい、本当にそうね、はい、何ですか、こっち向き出していいじゃないですか、はい、なんかちょっと見たいなとか、はい、でちょっと興味を出したんですけど、2014年から私たちドイツの国際会議に毎年呼ばれておりまして、はい、あの、こうドイツのプロテスタント教会の方とかね呼んでくださるんですけど、はい、そして、ドイツの放射線防護場とか、うん、ドイツの原子力事情もいろいろ取材してます。そうです。で、放射線防護場の方に取材をしたときに、はい、日本のね、避難解除の基準を聞いたときに、はい、あの本当に、あの逆に取材して質問を私がされたんですよ。逆質問されましたよね、はい。日本の避難解除は本当に年20ミリで避難解除にするのか、うん、子供も妊婦も避難解除をそれに行くのかって聞かれたんですよね。そうです。で、私なんか聞かれて、あ、はい、そうです。あの年20ですって言うと、はい、あのドイツの放射線防護庁の役員の方がすごい驚かれて、ね、びっくりされて、そう、あの、ね、ドイツだったらそれはありえないだろうと、はい、日本の国民はそれを受け入れたのかって言われたんですね。そうそう。で、その前に、はい、その防護庁のお役人の方に原子力と民主主義は同じだという話をずっと私されていて、そのドイツはナチスのヒトラーを民主主義の選挙で生み出してしまったので、うん、愚かな市民であれば愚かな代表を選ぶと、はい、でなのでその市民が選挙というシステムを選ぶならば市民がそれぞれ判断して考えて自分で動かないといけないんだと、うん、で原子力も同じで、うん、誰か偉い人、研究者、権力者、政治家、誰かの意見を鵜呑みにしていてはダメで、うん、市民がそれぞれ勉強して、はい、そして判断して議論に参加して行動して最適な結果は何だろうか、何が一番、あのできるだけ合意を得られるんだろうかと全員で回答を探していかないといけないんだと、はい、そういうふうにドイツの放射線防護庁の方で言われましたね、でドイツが本当に、まあ、あちこちでね、はい、ドイツの学校とかでいろいろ話をしていた時に、うん、なんで、ドイツは、福島の事故を受けて脱原発を決めたのに、うん、なんで日本はまだ原発を使い続けるんですかとドイツの高校生に毎年毎年質問されるんですよ。それ行く先々で必ず聞かれますね、本当に、はい、で、まあその時にね、毎回その国の策で、その世論ではもういろんなどのメディアの世論調査では、うん、まあ一応事故の後脱原発が過半数だけれども、うん、でも政府がベースロード電源だというふうに政策を決めてしまってるという話をすると、はい、そしたらあの大学生に重ねて質問されましたね。そうでしたね、日本の人たちはポスターやステッカーで原発がなくなると思ってるんですか、ドイツがどうやって原発をなくしたか日本の人たちは知らないんですかって言われて、はい、本当に嬉しい質問されて、そういうふうに言われてすごく恥ずかしい申し訳ないと思いましたね。でやっぱり脱原発、はい、ドイツが日本の事故を受けてどうやって一瞬で原発をなくしたかというと、うん、やっぱりそれは選挙だったんですよね、はいはい、ほらデモとかで取材をすると、うん、その話をすごく伺うじゃないですか、はいはい、聞きましたよね、はい、原発事故の後ドイツの皆さんご存知と思いますけど、地方選挙で脱原発を掲げた緑の党が圧勝したので、当時ね、そう、はいはい、それでメルケル首相は本来は原子力推進だったんですけど、あ、これはもう脱原発を掲げないと選挙に負けてしまうという判断で、はい、本当は推進だったけれども脱原発に切り替えましたからね、だから2014年から毎年取材に行ってますけど、うん、ドイツの市民団体の方はメルケルの脱原発が遅すぎるという、はいはい、あのやっぱりメルケルは原子力推進だから、あのノーニュークスなんて今ノーメルケルっていうデモをやってて、はい、ちょっとそれはあのびっくりしましたね、はい、本当にすごくこう監視されているというか、あ、そう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 、メルケルさんの方がやっぱり市民の方々をこう気にして意識して、はい、決断しているという感じがありますよね。本当に、ね、本当に、はい、なんか今日私すごい超スピードで喋ってしまったんで、はい、皆さん合間に口を挟む時期が本当になんか申し訳ないですね、はい、本当に、ねね、で、あの、いろいろお伝えしたいことがあるんですけど、はいはい、最後あのご質問いただけるコーナーもありますから、あ、その時にしましょうか。そうですね、いろいろね、フランスタンクとかにいろんな話をしたかったんですけど、本当はね、はいはいはい、はい、長い間お聞きいただきましたけど、はいはい、なんか突然
はい、PR しますね、はい、もう話したりして、ちょっと1個だけしていいですか、はい、手短に手短に、OK、はい、去年、スイス、スイスでベルギーのティアンチ原発というところを取材に行ったんですね、はいはい、で、そのベルギーのティアンチ原発というのはテロリストが、まあ、空港、ベルギー空港を制覇した時にティアンチ原発の原発作業員 をね、一人殺害して ID を奪ってテロリストが狙ってた原発なんですよ、ベルギーのティアンチ原発、はい、で、そこを取材した時にティアンチ近辺の人、そしてドイツのアーヘンという、まあ、ティアンチに近いところの人に、当時テロリストに近所の原発が狙われて怖くなかったですかって話をずっと聞いていたんですよ、ね、どんな気持ちだったんですかって聞いていくと、ね、まあ、確かに怖かったけど、でもそのようなテロリストに狙われるような施設が家の近くにあるというだけで、まあ、ずっと緊張感があると、はい、でも、まあ、テロリストが狙われている時期というのは分かって、まあ、あのこう軍隊とかが警備していたけれども、でも逆に私聞かれたんだよね、はい、でも日本はいつ大地震が起こるか分からないのに原発を使い続けていて、それはあのものすごいテロリストが予告なくいつ襲ってくるか分からないということなのに、日本の方が大丈夫なのかと聞かれたんですよね、去年。そうですね、はい、でも世界の方々もそういうふうに見てるのかなというふうに感じました、はい、なるほどね、そうだから原発事故があって、はい、でこんなに震度7が続いていて、あの原子力を使うかどうかっていうのは私はそんな なんか難しい議論じゃないような気はするんですけど、そうですよね、本当に、ね、はい、まあ、すいません、まあ、というわけで突然終わります、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。おしろりまこさん、げんさんご夫婦の声でございます。もう一度大きな拍手をありがとうございます。あの質問等あろうかと思いますが、あのまとめて後で、次の講演聞いた後に受け付けたいと思います。それでは続きまして、カジノゼロの報告者の方から、ご講演いただきたいと思います。篠原、衆議院議員の篠原剛さんです。よろしくお願いします。頑張れ。どうも皆様こんばんは、衆議院議員の篠原剛でございます。あの今日はですね、カジノのお話を、まあ、少しさせていただければなと思って、まあ、お役目をいただきました。あの、まあ、横浜ですから、横浜この町でですね、今カジノができるんじゃないのかみたいな話がですね、これは皆さん、聞かれた方がいらっしゃるかと思うんですけれども、あのカジノ、これまでですね、こう報道に接してきてですね、やった方がいいんじゃないかという方どのぐらいいらっしゃいますか。もしあのカジノ賛成という方がいらっしゃれば手を挙げにくいかもしれません。あ、賛成ですね、ありがとうございます。あのそして反対という方どのぐらいいらっしゃいますか。反対だと多いんですね。なるほど、そうなんです。じゃあなぜこのカジノがですね、今こういうふうに話をされているかということを、まあ、少しお話申し上げます。あの今ここにですね、皆様にはお声できなかったんですが、横浜市の、計画があります、横浜市山下ふ頭開発基本計画で、これは平成27年9月にですねできた計画書なんです。でこの山下ふ頭にですね、この基本計画は、山下ふ頭って分かりますかね。山下ふ頭って場所ご存じない方いらっしゃいますか。大体分かりますか。分かりませんか。あの山下ふ頭はですね、海の、あ、ごめんなさい、山下公園になりますね。山下公園、山下公園はずっとマリンタワーの方に行って海沿いの、ところにですね、あの、今コンテナ船で海がやることは海運多いんですけれども、まあ、バラ積みのですね、バルクの船をまだそこを使っている、ふ頭があります。でそこを再開発をしてやっていこうという話になっているんですが、なぜそういうふうになったかというと、実は、都市臨海部再生マスタープランというのをですね、横浜市が定めました。でこれはあのインナーハーバーといって横浜の湾内だけじゃなくてですね、北は、そうですね、鶴見の方から、ずっと横浜市のですね、いくつかのところを、絶対的な都市計画を作ってやってきているんですけれども、そこの山下ふ頭に、このカジノが来るんじゃないのか、どうなのかというところが、まあ、この横浜市の中での皆さんのですね、ご懸念、手を挙げてられた方の、あの反対派の方々は、まあ、そこはちょっと心配なのかなという話だと思っております。で、あの、これせっかくですから、ちょっと、あの、一部しかないんですけど、回していただいて、2ページとか前に伝えてます。すみません。一部しか見えないな。申し訳ないですね。はい、まあ、ですね。
あのまた必要な方はこれ後でホームページでリンクを経典のやつに上げておきますんで、あの見ていただければと思います。経典のやつですね。いただきますね。はい、ありがとうございます。で見ていただきますと、そこの布団を開発するということになっていて、でこれは、今回ですね、なんでこんなに国会で、国会が議論されたかというと、今国会であのカジノの統合含む統合リゾート施設設立法案というのが、可決して、国会を通過したということをご存知の方はどのくらいいらっしゃいますか。あ、ご存知なかった方はいらっしゃいますか。ほとんどいらっしゃらないんですね。というか皆さんも大変興味をお持ちだということでございます。じゃあなぜこの時期にやったかというとですね、実は来年の統一地方選挙、今日、我が党から来年統一地方選挙出てた方がいっぱい、来てくださってますけれども、来年統一地方選挙とかですね、あと牧山先生いらっしゃいますけれども、参議院選挙が来年の夏に行われます。でここまでにですね、この選挙が近くなった時に消費税のお話も突然出てきてですね、挙げようと話しましたけれども、これもですね、来年この話をすると国論を、二分するような話であるとか、国民の皆さんがほとんど反対の問題をですね、選挙に近い時にやったらいけないんじゃないかということで、もう急遽ですね、また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 というふうにやったように私は国会で感じました。で我が党はですね、これ内閣委員会というところで審議をしたんですけども、私と安倍先生、そして山崎さん、山崎先生ですね、が内閣委員会に行って実際にその内閣委員会で議論をしてきましたので、あの後でご質問があればですね、お答えをいただければと思っているんですが、あのもともとなんでこのカジノを作ろうかっていう話をしたっていう理由はですね、日本の経済成長がこれはですね、なかなかうまくいかない、なので、経済をですね、あの資料をですね、ごめんなさい、お手元でお配りしている資料をご覧いただければと思うんですけれども、資料の1枚目の IR 整備法案の国会審議のポイントというところがございます。でこの1番目のですね、経済効果、カジノによる経済効果というところなんですが、この中にですね、書いてあるのは、まあ、政府は外に向かって物を売るですね、輸出振興が苦戦しています。ですのでこれをですね、今後は外から消費者を呼んでこよう、観光客を呼んでこようという話をして国の成長政策にしてきて、今どん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 増えている状況です。で観光振興によって我が国の経済を再び拡大していくしかないと、そして限られた財源の中で観光資源を振興を行うためにはカジノを使ったらいいんじゃないか、こういうふうに考えたわけですね。でそのカジノを合法化する統合型リゾートを推進して実現するほかないということで、ということになりました。ですので政府が求めているのは、この外国の方々がカジノを作れば日本にいっぱいやってきて日本にお金を落としてくれるんだと、こういう理屈なんです。しかし残念ながらですね、あの私たちが調べたところにですね、ここでも書いてあるかもしれませんけれども、そうですね、そこの経済成長には海外からの誘客が不可欠だが、カジノ客の7割から9割が実は日本人になるんじゃないかという話が出てきました。でこれがやったのは実は我々なんですけれども、あの今日このやったうちの解説の半分ぐらい我々がやってるということですね、過去じゃないと思うんですが、これはですね、どのぐらいかというと、ゴールドマンサックス証券というところがですね、東京大阪ですが3割程度の外国人海外客しか見込めないという試算を、しています。で国際カジノ研究所というところがですね、まあ、あの4400万人の方々が、年間日本のカジノを3つか3つ作る、最大で3つ作るということになっているんですが、そこで作ると、まあ、そのうちの7割は、まあ、9割は日本人だろうという話をしています。で大阪も、皆さんあの留置にですね、積極的なの、まあ、ご承知かもしれませんが、この夢島というところのですね、あの埋め立てたところに集中しようとしてますけれども、そこも、まあ、2100万人が訪れて、うち7割は日本人だろうというふうに試算をしています。で北海道も試算してましてですね、これは苫小牧なんですけれども、600万人から800万人が訪れて8割程度ということなんで、実際にですね、そもそも政府がもともとカジノを作ろうといった理由の建前にしているんですね。あえて建前というふうにこれを言っておきますけれども、あと建前じゃないところはこれが話しますけれども、その部分の、この、まあ、立法事実というんですが、法律を作ってですね、やっていく根拠というのはそもそもないんじゃないかというような話が、どん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 と上がってきました。でもうもはやですね、根拠が崩壊している。でその理由は何かということなんですが、あの
まずですね、どういうふうにこのカジノができたら、皆さんが入るかということをですね、法案で決まったのは、日本人の入場制限を、してるから、まあ、安心だ安全だなんて話をしてるんですが、実際にはですね、1週間に、3日間で28日間で10日間というのは、カジノに日本の方々も入場制限という入場制限が入っていくことができるということになっているので、まあ、そういう中でもですね、なかなか、まあ、日本人の方々をやっぱり入れていかないといけないのかなみたいなことをですね、まあ、6000のいろいろしてるけれどもそういうふうなことなんだろうというふうに思ってます。で、カジノはですね、まあ、皆さんご承知かもしれませんけれども、何が、この議論で心配されたかというと、一つは、ギャンブル依存症でございました。で、ギャンブル依存症はどのぐらいかというと、今日本の中でですね、この、推計で70万人ぐらいの方々がギャンブル依存症になっているという方々がいらっしゃって、で人生の中でですね、1回でもギャンブル依存症になったことがあるという方が 3.6% ぐらいいるんだろう。で、この、日本はですね、1-2% の以下の方が多いと言われている海外に比べてギャンブル依存症の割合が多いというふうに言われているんですが、ここでですね、その横浜との関係、我々が今市民で心配しなければいけないのは、もし仮にですね、横浜に来た場合にはどうなるかというと、まあ、これは、多少の入場料をかけてもですね、ギャンブルやる人っていうのはもうずっとやりたいから、入場料 その高さで安さで行くんじゃなくて、依存症だった人はもう何があっても行くんだ、借金をしても行くんだみたいな方々がですね、やっぱり行きらっしゃって、でそういった方々がどん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 行くと、まあ、当然地域の環境にも影響してくるんですが、やはりそのご家庭とかですね、ご自身 その社会生活に非常に影響があるので、もしその山下不動なんかにできることになると、何の問題かというとですね、横浜市民が近いですから、で近いとやっぱり行けちゃいますよね。で全国で3カ所作ってですね、でこのまさにこの我々の地域カジノが来るとなると、これはみんなどんどん行けちゃうので、本来的にはですね、近接の、住民の皆さんにはもっとですね、近接近いところでの、またそういった住民の皆さんに対してどうしていくかということも議論されなければいけないんですが、国会でもですね、この話をしても、まあ、全国一律ですよと言って、さっき言ったですね、規制しかかけなかったということになっているんですが、これは覚えていただきたいんですが、カジノがですね、設置されている場所っていうのは、50マイル、アメリカの研究なんですけれども、80キロ、80キロだったら、まあ、皆さん住んでるところはほとんど入るんじゃないかと思うんですけども、まあ、さっき世田谷から、いらしていただいている、沖縄の方もいらっしゃいましたんで、沖縄出身の方もですね、いらっしゃったんで、まあ、そこが80キロだったらやっぱ入っちゃうわけですね。で、それはですね、依存症になる確率が2倍に増えるわけです。で2倍、これアメリカの研究そうなんですけども、そうすると何が起きるかっていうと、ここにできるとですね、かなりカジノの問題点というのはですね、カジノ依存症と、これも言われてるんですけど、パチンコとかですね、競馬とか競輪とか、まあ、公営ギャンブルあるんですけども、そことの差はですね、カジノの場合は一瞬にして多くの金を連続してかけることができるんです。パチンコの場合は、開店時間にですね、それでも大変なんですよ、依存症の方々っていうのは。私もちょっと話しておりますけど、先週ですかね、青柳さんとですね、一緒にグレースロードというところ、山梨県のですね、ギャンブル依存症の回復施設に行きまして、話を聞いてきたんですけれども、非常に一回ギャンブル依存症になると、大体その直すプログラムにですね、はい、入ってで出て成功する率がですね、大体6割ぐらいなんですが、2年ぐらいかかるんですね。2年ぐらいかけてそこに住ん で毎月用費を払ってプログラムになって、それでやっと治っていくかどうかみたいなのがギャンブル依存症だということで、まあ、そういった、まあ、多くのですね、お金をどんどんかけていけるところというのは、そういうギャンブル依存症になりやすい人が、パチンコとか競馬の場合は、まあ、時間が少し空くじゃないですか。その競馬でかけるとしてもレースとレースの時間があったり、でパチンコもまあ価格が低いんで、まあ、そのなる度合いがですね、全然違うと。で、よく国会で話がされたのはですね、まあ、某、近隣国のですね、まあ、関門ランド行かれましたか？関門ランド行った方いらっしゃいますか？この中で、誰かの方何いらっしゃいますかね？
いらっしゃらないですか。どういう街になっているかというと、住民の皆さんが車乗ってきてですね、よく言われるのがですよ、みんな負けてその車を売り払って全部質に入れて、でそれでもう荷組みがですね何もなくなって帰っていくみたいな、非常に廃れていて、でそこの自治体のですね、都の皆さんも、自治体の皆さんも、行政職員の方がです、行政の方が、火事の誘致したら良くなるんじゃないかと思ったけれども、実際にはやって失敗しましたみたいな話をですね、したというふうに聞いてますけれども、そういったことがあります。でそもそもですね、このカジノなくて観光立国が可能かどうかといえば、今非常に増えている状況なので、やり方次第であり、別に3カ所じゃなくてもですね、3カ所そこだけ作っても、そこはもうそこに皆さんが行って、でよく国土交通大臣がですね、こんなのはお金儲けにならないし、日本のなんか観光にもならないんじゃないか、カジノだけ行ってお金を落としてね、なくなるし、そもそもそんなにいっぱい来ないんじゃないかって話をいくら聞いてもですね、そこは立法事実として大事なので、よくイネーブリしてる方なんですけどね、審議中に、そういう国土交通大臣なんですけども、聞いてもですね、ここを一回来てもらって、そこを拠点に、日本中を旅行するんだみたいな話をしてるんですけど、普通カジノに行く人はですね、カジノに行ってカジノで遊んで完結型ですから、それで、そういうところで夜も寝ないでですね、やるような、至れり尽くせりですから、ね、外国のやつはなので、そういったところになかなか行かないんだけども認めないということをやってます。で観光はですね、今2018年の観光白書を見ると、2016年の GDP の約 10.5 兆円で、4年前に比べて2兆円増えていて、この数の日本の名目 GDP の伸びの約 4.5% なので、カジノがなくても、この観光客が増えているといったことで、活動が40点になっているんですが、でこのことについてですね、じゃあ今度地元のこの政府、さっき計画回しましたけど、ちょっと資料を見ていただきまして、方々がどういうふうに声を上げているかっていうのが2枚目です。で、今日はですね、横浜で話をしてますので、この、さっきお配りしたやつにはですね、山下ふ頭の再開発ということを書いてあって、でその山下ふ頭にですね、やられている方々に横浜幸福協会さんという方が、でこの方がどう思っているかというと、カジノを持ってくると2枚目ですね、重大な刑法違反である、犯罪だと。そもそもカジノはですね、賭博になりますから、なので、今日本では公営ギャンブルしか認められてないですし、でこれをですね、今度認められるのは3カ所の、カジノの IR 統合業者だけなんですよ。3カ所の業者さんだけがカジノをどれくらいで、どう止まったか、どう開くことができるということになっています。で、そのためだけにずっと禁止されてきたものを合法化するのはどうなんだろう。で、依存症はですね、今、言ったように問題だと。で、マネーロンダリングとかですね、治安が悪化するんじゃないかって、やっぱりその地元の方々はですね、治安が悪化するんじゃないかみたいな話がすごく多いので、これは心配だということを言ってます。で、カジノにですね、村がある犯罪性とか健全なのか、経済発展とは程遠いみたいな話してますが、政府はですね、まだ4枚目のページとかに書きたいんですけれども、政府はですね、日本版カジノ事業で今やろうとしているところが、この左側にですね、まとまっているんですが、実際のところですね、政府はいろいろ言ってるけれども、安倍首相は、世界最高の方の、厳しい感じのをやっていくんだと言ってますけれども、これはですね、実際には、世界最高、これずっと他にも皆さん、国民の皆さんに説明してるんですけれども、見てみるとですね、そうですね、カジノに入る方々の年齢が、例えばですね、日本では、海外、アメリカでは、実際は入場できないんですけれども、日本では入場できるとかなっていて、個別に見ていくとですね、全然違うということになってます。で、なんでこういったですね、ことを非常にこう強くやるのかっていうのが、謎だというふうによく思われているんですが、実はですね、ちょっと失礼します。
10月10日にですね、アメリカの調査報道の、プロパブリカっていうのがありまして、そこの中身ですね、これはあの調査報道ではアメリカで有名な人たちなんですが、その中の話をいくつか書いてます。で、皆さんご承知かもしれませんが、トランプさんがですね、まあ、アメリカの、サンズというところの、アデルソンさんというですね、方がいて、でその方々とですね、この、会って話をしたと。分かりました。で、その、まあ、なんですかね、ゴルフクラブを持ってですね、トランプさんに安倍さんが、就任してから会いに行ったということがあるんですけれども、まあ、その時にですね、話をしていると。で、アデルソンさんは、まあ、最近になってですね、日本にもこ うまくこのカジノができるんじゃないかみたいな話をしているんですけれども、まあ、本当にですね、今、このカジノがですね、持ってこられようとしているのは、まあ、他の、そうですね、安倍政権が、今すごく問題だというのはですね、森友とか加計学園とかですね、いろんなその問題が起きてますけれども、結局その事業者をですね、選定するときにもうもともと事業者ありきで、やろうと、してるんじゃないかと。それでそういった話がですね、いろいろ報道もされていて、でここまで強引に国民の皆さんにですね、まあ、おかしいんじゃないか、まあ、その資料の中にですね、今、国民の約、そうですね、8割ぐらいの方々がカジノに反対をして、4日までの6割反対しているという中でも、まあ、やろうとしているというのは、これ国民の皆さんの声を聞かないでですね、全部やろうというのは、今やってきている行動と変わらないんじゃないかということなので、まあ、私たちもですね、国会の中でしっかりと国会のこれからも話をしていきたいと思っていますが、あとはですね、今回のところは先生質疑応答でというふうに思っていますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。篠原さん、ありがとうございました。それでは、ここから、会場の来場者の皆様から質問を受け付けたいと思いますので、まず、役員の皆さんと、それとおすべりさん、こちらの方にお戻りいただけますでしょうか。ありがとうございます。それでは、おしどりさんの原発ゼロとカジノゼロ両方ですね、ご質問を受け付けたいと思います。質問の際にですね、お名前とお住まいの地域をおっしゃっていただきたいと思います。よろしくお願いします。では、こちらの方から、ね、少し待ってますので、お願いします。どうもありがとうございます。おしどりさんのお話を聞くのが3回目、そして、篠原さんのお話は2回目聞かせていただいて、今日も新たな刺激をいただきました。おしどりさんに、お尋ねというか、お知恵をいただけたら、私、横浜市内の、公立中学校で社会科教諭をしております江口と申します。住まいは金沢区です。九州で、太陽光発電買取をやめてという話、原発で賄えるからという、電力が余ってしまうということが、新聞記事でありまして、こういうことについて一市民として、おしどりさんの場合は、積極的に、記者さん聞きに行ったりとかされている、なかなかそれができないので、一市民として何ができるかっていうのを一つお尋ねさせていただきたいと思います。二つ目は、篠原さんに、今 IR のお話をしていただきまして、まさに私横浜市の、中学生を相手に、社会の授業をしておりますので、まあ、法案がどういうふうにして成立するかというような流れは話ができるんですけれども、具体的な問題点とかになると話をすることが難しいのですが、
横浜市の、選挙管理委員会から配られているあと3年という、15歳の子どもたちに配られるプリントでは、20代の、投票率が非常に低いと、私たち、教員もそうなんですが、政治についてあるいは何か、そういうことについて語ろうとすると空気読めないなというような雰囲気が若者だけではなくて私たち年齢がいったものにも感じられて、そこについてどうやって突破していったらいいのかお知恵をいただけたらと思います。長くなってすみません。ご質問ありがとうございます。すごく難しいご質問だなと思いながら、私も本当に九州電力の電力の安定が図れないから太陽光を止めろというのはもう本末転倒の話だなと思ってニュースを見てました。で、その九州電力もそうなんですけど、電力が安定、供給と需要のバランスが崩れるので、大きな停電が起こったといえば北海道の胆振地震の後の北海道電力の停電ですけど、で、私、その九州電力の話から北海道電力の話に少し移ってしまうんですけど、その地震があった後外部電源が泊まり原発がなくなって、そして私北海道電力のホームページずっと見ていたんですけど、モニタリングポストとか何の情報も上がってなかったですね。っていうかホームページが落ちてました。なので原子力規制庁に行って臨時会見があったので、北海道電力と泊まり原発に関するそれをずっと取材をしていると、規制庁が言っていたのは北海道電力が情報を上げてこないということだったんです。で、規制庁にすら北海道電力が情報を上げてこないということを一番に怒っていて、で、私本当にその時に電力会社ってこんなに強いのかと思って驚いたんですね。だからその九州電力が供給がバランスが悪くなったから太陽光を止めるというのも本来、重度供給のバランスを見るには大型の電力ポン1個使うよりバランスを取りやすい小口のものを量を使っていく方がバランス取りやすいのは当たり前ですので、本末転倒の話をしているけれども電力会社がものすごく強いので、省庁ですらコントロールしきれてないというような状態をいつも取材をして感じます。で、なので一市民が何をできるかちょっと省庁頑張るよという話なんですけど、で、それはさっき篠原先生にご質問されたこととすごく私は似ていると思っていて、普段どれだけ私たちが電力のこととか、そして政治の中の電力政策のことを普段きちんと会話できていて調べていて身の回りで話せるかっていうのが一番できることじゃないかと思っています。で、それは私も芸人として原発事故の取材を始めて、すぐに周りから色がついた、なんでそんなことするのって見られるんですけど、でも見られたその上で、でも私申し訳ないけどすっごい詳しくてものすごいマニアで誰よりも調べてますからごめんねみたいなスタンスでずっと取材をしているとちょっと面白いんですけど、芸人のこう先輩とかで新たにこう結婚したりして奥さんとか彼女に赤ちゃんができると、今まで私を遠巻きで見ていた人たちも電話がかかってきて、嫁がとか彼女が子供ができたけど、どういうことに気をつけたらいいんですか原発事故に関してとか必ず私に聞いてくるんですね。なので身の回りであんまり遠巻きに見られてるかもしれないけど、なんか知らないけどこの問題は人にこっそり聞けばいいっていう存在になったら、こっそり気軽に話しかけてくれる人が増えてきました、私自身で。なのでいかにいろんな人と普段の生活で話をできるとかご飯食べたり仲良くしたりとかしながらそういう関係を作りつつ政治や原発やいろんな話ができるかっていうことじゃないかなと思ってます。すいません長くなりましたけどありがとうございます。ありがとうございます。すいませんありがとうございます。どうやって政治にですね若い人たちが関心を持って本当にやっていくのかってすごい大事なことだと思ってます。で、今若い方々がですねインターネットをずっと見ていて、その情報をもとにですねいろいろ判断をしているんですが、その情報っていうのがですね結構操作されているというか偏った情報が多いんですよね。
で今の子はこういうデバイスを見てですね、スマホみたいなのを見ていろいろ情報を仕入れて、でそれをみんなでこう共有をしてですね、大体こんなもんだよって話をしてるっていうことが結構多いと思うんですが、その情報がですね、やっぱ政治はこんなもんだみたいな話でですね、なかなかやる気が出てこなかったり、社会のその興味がですね、非常に一方向に行くようになっているというようなことがあるんだと思います。で、頭ばっかりですね、大きくなっているかというか、希望がですね、どこまで持っているかというのがわからないんですが、今、おしどりさんがおっしゃったように、その自分の普段苦しみの中っていうのはまさにその通りで、今日朝起きればですね、電気をつければ、それ政治に関係あると税金払ってるわけですから、別に電車に乗れば税金を払ってるし、でそういったことをですね、普段みんな話してて考えてるから、今日これ俺たちいくら税金使ったぜみたいな話することってありますか？ないでしょ。ないんだけれども、それは皆さんの税金使ってる社会というのは成り立ってるわけですよ。でそういったことをですね、少し考えながらやっていくといいんだろうというふうに思います。なのでその大人の皆さんもですね、もし子どもたちがいればですね、君たちももうすでに社会の成員なんだよと。でさらに言えば、自分たちはすでにその社会の成員としてですね、税金を納めてるんだから、しっかり政治というか社会をね、一員なんだから、その社会全体を見てきなさいというような話がですね、みんな周りに伝えてあげられれば少しでもいいと思うんでいいんです。でそれがやっぱ広がっていけばいいと思うんですけれども、とにかく難しいのはやっぱりそのいろんな圧倒的な情報量が来るので、そこは非常にですね、気持ちのいいもの見たいものばっかりを伺ってきてやっていくことになるので、そこはだから教えてあげる大人がですね、そうです、やっぱりそこをサポートしてあげるのは特に先生ぐらいの、年上で先生でやられてると一番大事なところだと思うのでやっていただきたいと思います。でもう一つは、その時にどういう視点で何を見たらいいのかということを伝えていただければいいんだと思います。やっぱりその正義とかですね、正義感っていうのはやっぱり違います。正義っていうのは個人公平を持ってる正義であって、それは自分の立場の表明である。でそれは必ず誰かを持ってるから、それを持ってていいんですよ。それを認めてあげればいいんですけれども、みんなに共通するですね、人のものを盗んじゃいけないとか、嘘をついちゃいけないとかですね、よく最近代表ハードさんも言ってますけど、今だけ自分だけ金だけあればいいみたいなですね、そういったことじゃダメなんだっていう多少規範的な意識をですね持たないと、インターネットで強い中谷さんがいらっしゃいますけれども、やっぱりそういう特定のデバイスで情報を得るような時間になってくると、人間同士のこの応答性あるコミュニケーションって断絶されます。でそうなってくると自分勝手になってくる。自分勝手は言わないけど、どうしてもね、こう個人的なことになってくるので、そこはやっぱりそのリアルの中で大人はですね、盾だけの力じゃなくて、なるべく今こういう時代だから、さらにこう斜めに支えてあげられるようなことを教えて伝えていただけると思うし、子どもたちがいいことはしっかりと受け止めて、聞いてあげていただければと思います。で、一つ、もう一つ言えば、リーダーになってね、どの分野でもいいからやっていけるようにするためにはどうなんだっていうこともですね、伝えていただけると、自分で考えてくれるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。じゃあ、なってるよ。じゃあ、そちらのご質問。旭区の錦織と言います。マット県さんには神奈川の、避難者の、集団訴訟の、支援の呼びかけになっていただいておりまして、大変力強くいつもご支援いただいております。ありがとうございます。先ほどの方が九州電力のこと大変怒ってらっしゃいまして、実は私も、同じ質問をしようかなと思ってたところなんですけども、大変私も実は原発のことに関しては常に思っております。特に、5日前の九州電力の、再生可能エネルギーを、拒否したと、切ってしまった、切断してしまったということに対して、北海道電力の先ほどのお話もありましたけれども、北海道電力の再生可能エネルギーは誤ってたわけですけれども、その結局使わなかった。で何ができるかとおっしゃったので、ちょっと私の経験やってることを、一つあれしたいと思いますが、2年前から電力の家庭も自由化になりまして、で私はすぐに、地球温暖化の問題、それから原発拒否の問題から、再生可能エネルギーの、電力を選んでおります。全く簡単に切り替えることができます。で特にその再生可能エネルギーに関しては、もう日本は
非常に立ち遅れている。もうヨーロッパは全部30%、40%再生可能エネルギーで電力網が非常に発達している。日本はもう大変立ち遅れている。で、私は和子さんの、もし政界にお出になったらぜひお願いしたいことがあるんですけども、電力網の独占の、いわゆる再生可能エネルギーをいくら作っても半分しか今電力、発送電の、送電の容量が半分しか使えてない、半分は空っぽであると、そういうところをですね、ぜひ改めていただいて、電力会社に公平公明な電力を作らせて、使わせて送らせることができるように私はぜひしていただきたいと思います。以上、よろしくお願いします。はい、ご質問といいますか、ご要望と申しましょうか。はい、おっしゃる通り、私も取材をしていて、発送電の分離ですけど、電力中央研究所電力経済の人たちの話を聞いて面白いなと思ったのは、発送電だけじゃないという話が面白かったですね。電力は発電と送電と分電と売電があると。で、日本の電力はとてもものすごく偏っていて、魚屋でいうと漁師さんと、仲卸の人と、小売店と、そして、配送業者が、それが全部一つの地域で、同じ会社が漁師も仲卸も小売も配送業もやってると、そこを選ぶしかないというのは経済的にとても偏っていて、本来発送で分離どころか分電と売電も市場開放すべきだという取材をしてすごく興味深かったんですね。で、本当に日本の電力は世界で見てものすごくこう儲けてる割合が高いそうなので、市場をものすごく独占していて、でそれをせっかく電力自由化されたんですけど、発送電の分離を、経産省の中でずっと検討会をしていた方々に終わった後取材をした時に負けてしまったっていう話を聞いたんですね。発送電分離したかったけれども、事実上の分離ではなく電力会社が持っている子会社にやらせるという形で決着つけられたという話も聞いたので、本当に今後電力が私たちがきちんと選択してどういうエネルギーを使っていて、未来の社会にどういうエネルギーを使うのかというのは私たちが選択権があって、そして考えて選べるようにするためには発送電の分離というのは本当に必要なことだと思います。分電と売電まで行けたら行きたいんですけども、はい、すいません、長くなりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろまだお聞きしたいことたくさんあるかと思うんですが、時間の方を押しておりますので、本日は、これで切り上げさせていただいて、最後に、本日の総括を、代表の阿部智子代表から頂きたいと思います。はい、総括はちょっと身が重いので、せっかくのチャンスだから、さっき知って絶対真子さんに聞きたい一つだけ。もともと医学部の学生さんでした。中退したんですけれども、中退ねえ、差別に遭ってるんですよ今女性の医師たちは。でも差別を突破して入りました。でも中退しました。さてなぜか。そして今またもう一つの道に飛ぼうとしています。この本はさっきお話を聞きましたので、真子さんという人を知るために、なぜ医学部辞めちゃったの、はい、というのをちょっとだけ、ごめんなさい、これを総括に変えさせていただいて、その後原発ゼロ法案作った山崎さんがいますので、ちょっとまとめコメントしてもらって、私の例に変えます。はい、ありがとうございます。突然のご質問で驚きました。で、私神戸生まれの神戸育ちで、それで、10代の終わりに阪神大震災に遭いまして、で大学を鳥取大学の医学部生命科学科というところに行きまして、そこは優秀な成績で3年で中退したんですけども、社会に出ました。で、なぜ辞めたかっていうことなんですけれども、
私そのこうまあ長田高校というところに行っておりまして、長田区というのはとても阪神大震災の後もう壊滅的なあのダメージを受けたところで、友人や親戚が避難所にいたんですね。で怪我とか病気がないけれども毎日死にたい死にたいと言っている友人もいて、でも時々こうミュージシャンとか芸人の疑問が来ると笑ってすごく元気になっていて、で一方その大学でその大学病院のこうサークル活動でよくいろいろ訪問すると、末期がんの患者さんが余命3ヶ月の方でも私が神戸の出身で地震でダメージを受けていると分かっているので頑張ってって笑って生きていこうってすごい励ましてくださるんですね。で私健康って病気や怪我がない状態かと思ってたんですけど、でも本当はそうじゃなくて、なんか笑って元気よく前向きに生きていける状態がいいんじゃないかと。まあなんていうか怪我や病気がない状態って言っても何かしら目が悪かったり虫歯があったり口が悪かったりいろいろ悪いところがあるのでなので、医学生命科学科の勉強もとても面白かったんですけど、でも阪神大震災を経験してその慰問に来てくださっているいろんな方々を見て、目の前の人たちをこう笑顔にする仕事っていうのもとても重要なんじゃないかと思って、それで中退をしたんです。で芸人になりました。はい、どうも皆様こんばんは。真ん中に立つんですか。なんかすごいですね。まとめるんだよ。どうもまとめまとめ、神奈川に戻ってきましてですね、10月から、神奈川の大国という総支部の総支部長をさせていただいてますので、これからよろしくお願いを申し上げます。今日は早速自分の実践学院の、担当ということで出していただきますのでよろしくお願いします。今日は本当にご参加いただきましてありがとうございました。おしどり眞子健さんは私も前から大好きですね。いろんなところでお話は何度も披露しました。でも実を言うと眞子健さんの話は1時間じゃ足りないんですよ。で大体1時間半とかで2時間ぐらいお話しされて、でも十分それだけの価値のあるお話を、たくさん持ってらっしゃるので、で多分原発の話で特に福島第一原発の東京電力福島第一原発の事故の話をきちっと語られる方っていうのは私は押井眞子さんと健さんこのお二人に勝る人はそんなにいないと本当に思っていまして勉強させていただいてて、で今度ね決意をして政治の世界っていうことなので、多分その取材力を持って鋭い質問をガンガンしてもらうようなそういう政治家にぜひなっていただきたいと思って大変期待をしておりますので、はい、頑張ってください。というかね、ありがとうございます。で、まとめじゃないんですけど、原発ゼロ、基本法を作って、とにかく原発を止めて、先ほど話した再生可能エネルギーをね、ベースにした、こう新しいこうエネルギーの仕組みを作るというのを我々掲げてます。で、これをなんとか実現するために、本当におしどりさんみたいな発信力のある人にね、ガンガンその自民党公明党の、ね、政権が出しているエネルギー基本計画なんか本当に間違っていることたくさんあって、我々いろいろ指摘してるんですけど、なかなか、ね、皆さんに伝わらないっていうのがあるので、そういったところも一緒に今後戦っていって、ぜひ分かっていただける方を一人一人こう増やしていくのが本当に草の根の政治でね、ちょっと何て言うかな、遠回りかもしれないけども、そうやっていくのが結局先ほどのご質問にも通じると思うんですよね。やっぱり教育にある種バイアスがかかってる、ね、言いたいことが言えないっていうか、教えたいことが教えられないっていう教育現場の現実はやっぱり直していかないといけないし、それは政治で直さなきゃいけないと思うんですけど、でもね、それをするためにも周りでもっとそういう情報を若者にきちっと伝える大人が増えていかなきゃいけないと思うので、我々は政治ですけど、こう大きな、ね、仲間でパートナーの皆さんとそういう運営を起こしていければいいなと思っています。カジノの問題ももう本当に篠原さんもですね、もう国会の質問すごいのたくさんやってますので、ぜひ
ネットの中継録画などもありますからね、あのちょこっと覗いていただくと、あの私も出てます、少しだけですね、出てますし、あの安倍さんも出てます、あのそういった姿をぜひあの皆さんに広めていただいて、なんだろう、やっぱりあの我々の最後に言いたいのは、もう次のちゃんとした社会を作りたいんじゃないですか。ね、で批判ばかりしてるって言うけど、我々は批判してるんじゃなくて、これをやりたいんですよ。ね、カジノじゃなくて、もっとね、本当にいい環境性、観光政策があるわけじゃないですか。ね、エネルギーだって原発じゃなくて再燃で、きちっとした地域主導のエネルギーを作ると、地域が元気になるわけじゃないですか。ね、新しい産業できてくるわけですよ。送配電の話だってそうだし、みんなそういういろんな制御技術だって日本持ってるんです。昨日ももうちょっと、あのね、自覚しようっていうのやりますが、あの昨日じゃない、一昨日か、あの視察行ってきまして、それはあの海流エネルギーって言うんですよ。日本の海にはですね、黒潮って流れてるんですよ、ぐわーってね。でね、黒潮のエネルギーポテンシャルってびっくりしました。205ギガワット、原発の200分で、ね、のAE が、ね、流れてるんですね。でこれを使って発電しようというのが日本の技術で、 IHI がやってたんですけど、あの実験やって、今度それの何ですか、スケールアップしたものをやるっていう話がありまして、でその話を聞いてみました。こういうのをですね、それこそ日本でもちろん環境調和とかね、いろいろありますよ、漁業と の調整とかあるんです。でそういうものをこうきちっとやってると、これね、純国産なんですよ。純国産、基礎的な技術から全部純国産で、こういう発電ができるので、これで私は原発2基はもらったなと思って帰ってきます。まあまた今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、あの閉会の前に、来年の統一地方選挙の第3次の公認の決定者、それと、来月あの18日に投開票があるんですが、茅ヶ崎市議会選挙の補欠選挙の公認候補、それと、来年7月の、厚木の市議選の公認の予定決定の方、および来月18日にもうすぐですが、投票あります二宮の町議会選挙の市議選の決定の候補の方をご紹介させていただきたいと思います。で青柳雄一郎幹事長の方、はい、皆さんこんばんは。今日はパートナーズ集会ということでお越しいただきましてありがとうございました。神奈川県の幹事長の衆議院議員の青柳雄一郎でございます。それではですね、これからの第3次公認候補者の皆さんを、一人一人ご紹介するので、名前を呼ばれた方はこの中央にお集まりいただきたいと思いますが、その前にですね、今日のお話はカジノゼロ地いらない、そして原発も原発に頼らないエネルギーを作っていく、原発ゼロにしていく、これ政策です。政策はどうやったら変えられるのか、これはさっきおしとりさんも言ってましたけど、政策を変えるにはですね、政治を変えないとこれは政策は変わりません。政治を変えるにはどうやったら変えられるか、これはですね、選挙でしか変えられないんですよ。つまり政策を変えるにはですね、最大のやり方は選挙でしか変えられないということです。でその選挙の一番直近で予定されている選挙は、全国的には4月7日にある統一地方選挙です。ぜひですね、もうこれは一般の人には実はまだあんまり関心がないんですけれども、非常に重要な選挙です。もう半年を切りました。ここからが本番です。ぜひですね、今から紹介する人も含めて、今日3次公認ですから、1次、2次、3次公認で67名になりました。ぜひ各地域の立憲民主党の候補者をご支援いただきたいというふうにお願いを申し上げます。それではご紹介させていただきます。まず保土ケ谷区、神奈川県議選に挑戦する望月聖子さん、保土ケ谷区新人です。どうぞ前の方に。次が同じ神奈川県議選、田村正俊さん、栄区新人。はい、
はい、どうぞ前に来てください。でそれから古川玉木さん、神奈川県議選に挑戦します茅ヶ崎市新人です。でそれから望月真由さん、神奈川県議選に、県会議員に挑戦します。現職で厚木の市会議員を務めてますが、来年県議選に転出するということですね。続いて横浜市会議員の選挙、今野典人さんは今日は欠席ですね。今野典人さん今日欠席です。次に川崎市会議員選挙、川村亮さん、中原区新人です。それから鈴木智子さん、川崎市会議員の選挙に挑戦します。麻生区新人です。それから平塚市の市会議員に挑戦する久保田聡さん新人です。はい、それから横塚市の市議会議員に挑戦する長島大地さん、はい、新人です。でそれから先ほどお話しありました11月18日来月ですね、東京の茅ヶ崎市の市議会の補欠選挙に立候補する1議席を争う、この選挙を立候補する藤本圭介さん新人です。でそれから統一地方選挙4月と少しずれるんですけれども来年7月の厚木市議会議員選挙に挑戦する高田正則さん新人です。それから同じく来月11月18日投票の二宮町の町議会議員選挙に挑戦する小笠原東子さん。小笠原さんは現職候補ですから、6期目に挑戦するということでございます。それと来年の7月の参議院の選挙に挑戦する牧山博恵さん神奈川県の全職で2期、3期目に挑戦する牧山博恵さん、そして今日の講師でもありましたけれども押しどり真子さん、全国で2名です。ですから誰でも投票できますね。押しどりさんは全国区、ということで、代表してですね2名の方からスピーチをいただこうと思います。まず来月11月18日の茅ヶ崎市会議員選挙の補欠選挙に挑戦する藤本圭介さん、今日の代表してどうぞ真ん中で喋ってください。決意をお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。藤本圭介でございます。急遽前倒しで、補選に挑戦することになりました。小学校の頃からサッカー部にいたんですがいつも補欠、何かの補欠に縁があります。そして私のことですが実は昨日、初孫が誕生しました。ありがとうございます。はい、子供や孫の世代にツケを残さない政治、これを目指して頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。もう次は補欠ではなくね、正義の奇跡を競っていただきたいと思います。はい、それから最後、じゃあ牧山博さん、来年の参議院選挙に向けて真ん中でどうぞ決意を言ってください。皆さんこんばんは。こんばんは。ご紹介いただきました神奈川県参議院議員の牧山博恵でございます。私は、今2期目の終わりの方でもう12年目なんですけど、落選期間を含めますともう13、4年経ってるんですけど、私は一貫して命を守りたいという理念を持ちながらずっといろいろな政策を訴えてまいりました。そしてもう一つ一貫してやってきたことはこのグリーンの洋服なんですけれども、これには意味があります。これは平和の象徴のグリーンなんですね。オリーブグリーンといって、オリーブは平和の象徴ですから、平和の世の中を子どもたちにプレゼントしたい。そしてもう一つは、環境という意味もありますので、広い意味でのいい環境を子どもたちにプレゼントしたい、そんな母親としての思いも持っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと私の選挙の前にぜひこちらにいらっしゃる多くの統一地方選挙の方々にまずお力を注いでいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
それでですね、今日の幹事候補で、66名が決まりましたので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあですね、せっかくですから役員の皆さんも立っていただいて、はい、おしろりさん、最後に今日やってもらった、普通ね、こういう時頑張ろうというのをやるんですけど、立憲民主党はあまり囲われてやりません、はい、先の立憲パートナーで今日は締めたいと思います。どうぞ。では皆さん、立憲民主って言ったらパートナーズですよ、はい、よろしくお願いします、はい、立憲民主パートナーズ、はい、どうもありがとうございました。長時間ありがとうございました。最後、代表からの間からチャンスを入れてます。皆様